家島ののど地ちをこ触ってきました。定期的に潜らないと地上で人間と生きるのしんどいんで、また今回も、名古屋のダイビングショップジャーニングの鹿島先生に家島連れてってもらいました。フェリーの中にはファミレスみたいな席があって快適でした。10年ぶりに家島上陸、早速ポイントに向かいます。鹿島先生はいつも通り、海とお話ししてポイントを見極めていました。かっこいいっすね。離島のいいところはダイナミックな地形と投資度の高さですね。オリスパに誘ってくるおのを背汚れた心まで見透かせるほどの投資度でした。地上には、 ままだまだ有害がはびこっていますね今回のダイブの目当ては家島ののそこ。家島は今、おえーって言ってますかね。もうそろそろダイビングにぴったりのシーズンなので、馬車馬のように働いて、ダイビング費用を稼ぎたいと思います。家島のダイビングショップのカレーは大量にニンニクが入っていて最高でした。フェリーが早く並んでおかないと座れる席がなくなるので注意してください。 鹿島先生が並んでくれてるうちにお土産屋さんを何を買わてもなくうろうろしました。名古屋に戻ってジャミングの近くにある。上間鮮魚店の500円のマグロの中落ちを毎度のことですか買って帰りました。大体いい醤油が切れてることが多いので気をつけてください。うちな醤油って感じで良いですよね。